次はお前だよ。ある四人家族がとある地方の旅館に宿泊。深夜に娘か母親がトイレで惨殺されているのが発見された。全身を刃物でめった刺しにされ、顔面は誰だか判別がつかなくなるほど切りつけられていた。死体には舌がなかった。トイレには格子のついた幅30センチ、高さ10センチほどの窓と小さな通風口があったが、とても人の入れる大きさではない。鍵もかけられていた。誰がどこから侵入してきたのか。警察はその旅館を経営している夫婦、その息子、近辺の変質者などを聴取したが、現場が密室だったこともあり、迷宮入りになるかと思われたが、ある日、旅館経営者夫婦に付き添われたその息子が署に出頭。近所の目もあり、なかなか正直に話すことができなかったが、とんでもないことになったのでお話しします。息子は、盗撮が趣味で再三注意していましたが、事件当夜もビデオカメラで天井裏から個室を撮影していたのです。撮影していると格子のはまっている小窓のガラスが開き、ガラスの破片を持った小さな、いや、このビデオテープに一部始終が入ってますので。息子はビデオテープについて尋ねられると、恐怖が蘇ったのか反響欄に、精神に異常をきたすほどの何かがこのテープに入っているのかと思い、捜査員たちもテープを再生するのを恐れた。そのテープには排尿する女性を俯瞰で撮影した映像が収まっていた。和式便器にしゃがんでいた女性が立ち上がろうとしたその時、小窓からガラスの破片らしきものを握った小さな15から20センチ程度の老婆が音もなく飛び込んできた。女性は悲鳴を上げる間もなく喉をかき切られ、そして顔中を、体中を切りつけられ、女性が息絶えると、小さな老婆は死体から舌と頭皮の一部を切り取り、天井を見上げ、次はお前だよ。と言って小窓から出て行った。舌と髪の毛のついた頭皮と思って。審査員の中には、おうとする者、泣き出す者、恐怖のあまり失禁する者もいたという。結局事件は未解決のままだが、警視庁に九段のビデオテープが今なお保管されているという。次はお前だよ。旅館の謎。私は年末になると、高校時代の同級生3人で旅行に出かけることにしています。もう全員が所帯持ちですので、年に一度だけ旅行へ行くのです。楽しく騒げる一日のはずだったのですが、2年前の年末は、身の毛もよだつ体験をしました。温泉好きな私が、いつも宿を予約しているのですが、その年は時間がなく、他の友人に予約を任せることにしました。すると、年末であるのに、朝晩2食付き、1万円ほどで泊まれる宿がある、というのです。ホームページで確認してみると、そこは昔小学校だったところを改装して旅館にしたものでした。建物が古いので格安なんだなぁと思い納得した私たちは、その宿に決めました。宿泊当日になって宿に到着すると、おかみさんは白髪頭の70歳ぐらいのおばあさんで、気さくな方でした。部屋へ案内されている途中、館内を見渡すと、
内装はよくリフォームされているものの、ところどころ昔、学校であったとわかる箇所があります。部屋にはそれぞれ名前がついていたのですが、途中に一つだけ何も名前のない部屋があり、私は立ち止まりました。すると、おかみさんが私の腕をすごい力でつかみ、ダメです。と叫んだので驚き戸惑いましたが、おばあさんは、失礼いたしました。と、すぐに温和な表情に戻りました。何か言いようのない不気味さを覚え、部屋に案内された私たちは、荷物もそのままに話し合います。あの部屋、絶対に何かあるな。三人ともそう言って疑いませんでした。夕食は海の幸をふんだんに取り入れた豪華なもので、談笑しながら我々はとてもいい気持ちになりました。ですが、頭の片隅には、どうしてもあの怪しい部屋がちらつきます。私たちは、他の宿泊客やおかみさん、従業員に見つからないよう、夜の12時過ぎに謎の部屋へ向かいました。廊下の明かりは薄暗く、窓の外から差し込む月明かりが頼りだったのを覚えています。そうして部屋に到着したとき、ある異変に気づきました。部屋の扉のドアノブがないのです。他の部屋はすべてドアノブがついているのに、なぜかここだけありません。どうやって開けるのか三人で小声で話していると、声が聞こえてきたので、私たちは共同トイレに隠れました。あいつら、気づいたかもしれん。おかみさんの声でした。あいつら、とは、私たちのことを言っているのだと思いました。必死で息を潜めます。開けたら、その時は、刺して。今度は男の声が聞こえます。刺して、という言葉からは、刺す、という漢字を思い浮かべました。やはりあの部屋には何かがある。私たちは確信しました。旅館の二人がいなくなるのを見計らい、私たちは一度自分たちの部屋へ戻りました。友人二人は、絶対やばいって。なんかわからないけど、あの部屋はやばすぎる。もうやめよ。と言い出します。私もそう思いましたが、やはりどうしても気になります。せめて、扉を開けるだけでも、と思いました。友人が必死に止めるのも聞かず、私一人だけで、例の部屋へ向かいました。扉の前に到着した私は、ドアノブがあったと思われる箇所を押してみました。すると、扉が開いたので、覗き込むと中は真っ暗です。そのまま部屋に踏み込むと、右手に窓が見えます。そこからの月明かりに照らされて、何やら大きな影のようなものがあります。目を凝らしてみると、真っ黒い粘土の塊のような物体が動いていたのです。これ以上はまずい、と瞬時に判断し、扉から出ようとした瞬間、私は後ろから部屋の中へ突き飛ばされました。扉は閉まって、鍵でもかかっているのか、どうやっても開きません。後ろからは何かが異音を立てて近づいてきます。助けてくれ。俺が悪かった。頼む。助けてくれ。ドアを思い切り叩き叫ぶも、反応はありません。すると、腕にドロリとした感触があり、何かが私に触ったのがわかりました。それは、表現しがたい悪臭を放っていて、嘔吐しそうになり、恐怖から大声で叫んだ私は、そのまま気を失ったのです。
目を覚ますと、私は友人たちと車の中にいました。もう帰り道の高速道路に乗っていて、私はとっさに言いました。あの部屋に化け物がいたんだよ。私がいくらそう言っても、友人は、夢でも見たんだろう、としか言いません。あの旅館はどうした？おかみさんは？続けて尋ねると、友人二人は真顔になって答えます。もう、その話はやめよう。それからほどなくして、その旅館を調べると、閉館していました。友人も、この件に関して何一つ答えません。一体あの部屋には何がいたのか、そして、旅館とどういう関係だったのか、すべてが、謎のままです。旅館の謎。ハイゾーも宿にまつわる怖い話その2をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾーと申します。今回の旅館の謎っていう話なんですけど、このなんか謎のドロドロしたものが SCP の173番だったかなに思えてしまって、 SCP もすっごい好きなんですよね。まあほとんどの方ご存知だと思うんですけど、なんか世界中にあふれる、おそらく人間に害をなすであろう物体、通称 SCP を収容観察している組織が作っている報告書を読めるサイトなんですけど、いろんな SCP がいてすっげえ楽しいんですよね。で、報告書タイプのそういう、まあある意味図鑑みたいなものが珍しくて、時間があるとつい読んじゃいますね。その中ですっげえ好きな SCP がいて、スカイ、ブルースカイだったかなっていう SCP なんですけど、これどういうものかと言いますと、SCP 財団が、収容するのに失敗した SCP なんですよ。なので今世界中にちょっと広まってしまってるんですけど、まあ簡単に言うと、昔はもともと色ってものがなかったんですけど、この SCP が逃げてしまったことによって、世界中にとても下品な色が広まってしまって、今の人間はそれを見ている。で、その証拠に SCP が逃げ出す前の映像とか写真っていうのは、だいたいセピア色とかモノクロじゃないですか。あれがもともと本来の世界中の色だった。っていう概念系の SCP なんですけど、あ、そういう発想面白いなっていうふうに思いました。確かに僕たちがその、いわゆる昔を思い出すときって、どうしてもちょっとセピア色というか少し色が薄いイメージを勝手に持つんですけど、まああれが本来の色だったんだなぁと、なんか逆転の発想というかすっげえいい発想だなというふうに思いました。皆さんもよかったら暇な時に見てみてください。ガチの報告書なんで結構眠たくなる時もあるんですけど、まあそれも一興ということで。それでは、宿にまつわる怖い話その3でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。